C57BEL6 メス22月例 C57BEL6 は一般的な均衡系実験用マウスである。人の疾患のモデルとして使用される遺伝子改変マウスの遺伝的背景として最も広く使用されている。遺伝的背景が同一の血統が入手可能であること、後輩が容易であること、眼検性などの理由によって、 最も広く使われ、最もよく売れている、マウス血統である。C57BL6 マウスの毛は黒に近い暗褐色である。バルブ C といったよりおとなしい実験必要血統よりも、騒音や匂いに敏感で、噛みやすい。また、繁殖しやすい。集団で飼育された B6 マウスは、ケージにおいて支配的なマウスが、貝のマウスの毛選択的に上去する毛刈り行動を示す。 毛刈りされたマウスは主に頭や鼻、肩周辺に大きなハゲができる。体毛とホラゲの両方がむしられる。毛刈りはメスのマウスにおいてより頻繁に見られ、オスのマウスは戦いを通じて支配を示す傾向にある。C57BL6 はある研究では有用であるが別の研究には不適となる多くの独特な性質を有する。痛みや 寒さに対しては異常に敏感であり、鎮痛薬は効きにくい。ほとんどのマウス血糖と異なり、自主的にアルコール飲料を飲む。モルヒネ中毒、アテローム性動脈硬化症、加齢による難聴に対して平均よりも感受性が高い。ほぼ全てのマウスが若い年齢で十分な運動を与えられずに使用されるため、弱った免疫系を持つ10代のアルコール依存性の カウチポテトが大多数の研究における標準的なマウスの状態である。C57BL6 マウスは全ゲノムが公開された2番目の哺乳類であった。濃い毛色は遺伝子改変マウスを作るのに便利である。明るい毛色の129マウスと交配させると望ましい交配種は混ざった毛色によって容易に識別することができる。C57BL6 は アメリカの業者が出荷する実験室用月種類の半分から6分の5を占める。ある研究では実験室での痛みに関する研究で使われているマウスの約80%がオスであることが示されている。CU のどちらのマウスも使用することはコストが増加し、メスのマウスは発情周期の際によって信頼できない結果を生むと考えられている。2013年 C57BL ロックマウスはビオン M1 号に乗せて宇宙へと送られた。軌道に送られた45匹のマウスのうち16匹が生き残った。C57BL マウスの均衡形は1921年にバシオヨ生物学研究所の CC リトルによって作られた。10のアケイトウのうちアケットウロクが最も人気があった。ありがとうございます。